うっす、村松です。今日ですね、なんとまあ藤巻京ちゃんとおデート。いや、ついに元木来たよ。15時から雷門でちょっと京ちゃんと待ち合わせするんだよ。やっべ、もういるかな。あ、ちょっと早速行こうか。どこにいるかな。あ、いた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 。うわ、京ちゃん、お待たせ。元気？今日さ、ちょっと京ちゃんさ、人多くねえか。めちゃめちゃ多いよね。ただでさえさ、デートバレたらさ、もうツイッターで書かれてよ、えらいことになっちゃうじゃん。ごめん。え、待って、ちょっと俺、京ちゃん取られたくないから。俺今デート中だから、京ちゃんと俺。あ、ほんと？あ、よかったよかったよかった。今日ね、京ちゃんと浅草デートしていきます。はい、いやありがとうございました。いやー、あっぶねーあっぶねー。アイドルってさ、恋愛禁止じゃん。俺らの関係性バレたら、京ちゃんのアイドル人生が終わっちゃうからさ。ツイッターにかからないことを願うばかりということで、今回はですね、お団子屋さんにちょっと潜入してきました。あまりにも人が多いんでね、一回ちょっと小腹を満たしてですね、作戦会議を開こうと思います。こしあんですね。ここのお団子ね、なんか普通に美味しかったっすね。甘すぎず、うん、上品な味わいということで、藤巻京ちゃんにもちょ食べてもらおうかな。京ちゃんも食べるかい。ダイエット中だから遠慮する。あ、そっか、ダイエット中か。さあ、小腹も満たしたことで次のお店へゴー。木刀欲しいな。いや、こんなん欲しいのか。よく修学旅行で買うやつでしょ。ダメだよ、荷物になるから。買って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 。もう子供なんだから。さあ、気を取り直してですね、浅草寺にやってまいりました。ここは恋愛成就の神様ということで、今後の村松と藤巻京ちゃんの運勢を占いたいと思います。さあ、村松健太の今後の京ちゃんとの未来は明るいのか。果たして結果は。ちょ、まさかのさ、今日なんだけど、今日ちゃんだけに今日みたいなさ。シャレが効いてますな。ちょっと読もう。願望叶えにくいでしょう。待ち人現れないでしょうって。え、待ってよ。え、俺らの関係今日で悪い。これ超最悪やん。結婚付き合い悪いでしょう。俺全部最悪やん。浅草の神様侵略だなおい。まあ大丈夫、村松はここで終わる男じゃない。まだまだ浅草デートはね、序章に過ぎねえから、これからね、ちょっと男見せてぐーんと恋愛メーターをね、一気に 2000% まで持ち上げるから。大丈夫、俺はそういう男だよ。マジで待ってろよ。ちょっと動画を見てる皆さんにちょっとアドバイスなんだけど、まあ、恋愛アドバイザーの村松が教えるんだけど、恋心をつかめたければ胃袋をつかむ。胃袋っつうことで、俺がもう浅草でも長年愛してる絶品グルメ、ちょっともう京ちゃん連れてって恋心をつかましちゃう。 Here we go。 やってまいりました、釜飯屋春。これほんと美味しいからね、村松少年も小さい頃から食べてたんですよ。で、今回頼んだのはですね、牡蠣の釜飯とあとカニ味噌、このコンボは超最強です。で、2の食べ方なんだけど、カニ味噌をねトッピングするのよ。これほんとうまいから。カニ味噌入り牡蠣釜飯。やば、牡蠣とカニ味噌、海の幸のナンバーワンとツーがさ張り合ってんだぜ。うまいに決まってら。もうね、もう食レポなんていらない。これはね、お店に行って味わってください。マジで半端ねえから。もう口の中がオーシャンビュー。きょうちゃん、トイレ行ってきなよ。うん、わかった。行ってきまーす。ここで恋愛マスターケンちゃんからモーテポイント。まあ、今きょうちゃんがトイレ行ってる隙に払っとくんだよ、こっちが。気を使わせないおごり方だ。これだよ、これ。覚えとき、子猫ちゃん。はい、2000円。うわ、食ったな。おお、帰ってきたか。おお、払っといたよ。ケンちゃん大好き。いいんだよ、今日は足止めデートだからな。
どうよ、今ので恋愛メーターが2000超えたんじゃね。うん、まあそろそろ暗くなってきたしさ、浅草記念の思い出としてプリクラでも撮るか。プリクラ機へゴー。 186cm の男、めちゃめちゃ難しかった。てかさ、500円するんだけど高くね。最近のプリクラってこんなもんなの。さあ高巻ですよ、もちろん選ぶのはねえ。さあスタート。てかさ早え、お金入れたらもうすぐ撮影スタートしたからさ、 INA のプリめっちゃむずくね。もうどんどん撮影始まっちゃうんだけど。早くねえか、 INA のコラボプリ全然撮れてないんだけど。かわいい。うわ、この身長さ、やべえ、彼女やん俺。こんな子欲しいの、3人に囲まれて最後途切れてんだけど、どういうことだよ。撮ってきました。これはちょっとファンミーティングの景品にしよっかな。これ欲しい方はファンミーティングいらしてください。お待ちしてます。いやー、まんね。いや、きょうちゃん、浅草で一番見せたい夜景があるんだ。見てほら、超綺麗な夜景、最高だろ。きょうちゃん、今日めっちゃ楽しかったね。久々にさ、デートできて本当に嬉しかったわ。ありがとうね、なんか本当に忙しいのに俺だってくれて。また会ってほしいな。次会う時は俺が伝えたいことを話すわ。暴走族うるせえな、おい。浅草だからさ、結構なんか治安悪いんだよ。暴走族うるせえマジで、おい。まあ、今日じゃね、いろいろ忙しいと思うけど、本当レコード大賞受賞おめでとう。てな感じでね、きょうちゃんまた俺とデート行ってくれるかい。いいよ、OK もらったからさ、またきょうちゃんとあのおデート第2弾発信しますんで、よかったらね、僕とのデートまた見てくれたら嬉しいです。ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。バイバイ、村松健太推し活日記でした。バイバイ、おやすみ、じゃあねー。